はい、道山です。子供の受験を成功させたい、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は今年度高校受験に合格したという方からいただいた成果報告、こちらをですね2名紹介したいと思います。最初の方、梅津さんという方なんですが、こちらの方はですね、模擬試験の成績が、1年間で110点上がって、そして見事第一志望の高校に合格されました。もう一人の方はマーサさんという方なんですが、こちらも見事第一志望の高校に合格することができております。どちらの成果報告もですね、お父さんお母さんがしっかりお子さんをね、的確にサポートしたからこそ得られた結果だと思います。なので同じように、今日ね、お話しするように接していただければ、お子さんの受験必ずうまくいくと思うので、ぜひお子さんの受験サポートする上で参考にしてみてください。はい、ではまず最初に梅津さんの成果報告から紹介していきたいと思います。梅津さんですが、2020年の10月ですね、このタイミングで僕がね行っている高校受験のねオンラインプログラム、こちらの方に参加してくださいました。結果的にですね、3年間塾に通うことなく第一志望に合格することができたんですが、参加された当時はですね、模擬試験の、点数、これがね、5教科合計170点でした。ただね、参加された後ぐん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 上がっていって、最終的に受験の、ね、直前の模擬試験では280点まで、なんと110点も上げることができたんですね。ここまでね、模擬試験が上がればそれは当日点に反映されるわけなので、おのずとね、志望校にも合格できるというわけです。素敵なね、成果報告を送ってくださった梅津さん親子、本当におめでとうございます。はい、次に計画を立て、問題集を繰り返したのが理由っていうね、お話をしていきます。はい、ではですね、梅津さん、のどんな、ね、サポートをされたのか、実際にいただいた報告がありますので、その一部を紹介していきたいと思います。取り組んだことは時間を決めることと計画を立てることです。そして道山先生がおすすめされた問題集を各教科3回ずつ解かせました。最後の2ヶ月は過去問6年分を3回ずつ解かせました。私のしたことはとにかく親子の関係性を良くすることと本人の意見を大事にすることでした。今までは親のエゴで子供をコントロールしようとしていたことに気づきました。親子関係の良好さと学力は比例するということも大きな気づきです。とのことです。はい、もう何をやられたかっていうとね、主に3つ書いてあったと思います。1つ目が良好な親子関係を維持するということ、2つ目が子供の意思を尊重するということ、そして3つ目が計画を立て問題集を解くサポートをしたということ、この3つが書かれていました。もうまさにですね、完璧なね、サポートだなと僕は読んでいて思ったんですが、受験がうまくいくお父さんお母さんというのはですね、今言った3つ、もうこれをねサポートしている方がほとんどなんですね。逆に余計なことをやりすぎてしまうと、子供のやる気が下がったりするんですよね。だから本当に今言われたような親子関係をしっかり作って、そして子供の意思を尊重する、進路の部分ですよね。でそして、最後にね、計画を立てて勉強サポートってあったんですが、ここは子供が求める場合ですね、求める場合ではそういったサポートをしてあげる、これだけをやってあげた方がいいと思います。もしですね、今お子さんが、受験生で今言った3つがうまくできていないなら、早めにですね、この3つしっかりやっていった方がいいと思います。その結果、受験のね、合否も必ず上がっていくと思うので、まずはね、今やっていることを一度見直してみて、しっかりできているか確認してみてください。はい、次に、マーサさんの成果報告、こちらについても紹介していきたいと思います。マーサさんはですね、2020年の12月、こちらにですね、高校受験のね、私が行っているオンラインプログラム、こちらに参加してくださいました。またお母様自身は、思春期の子育て勉強会とかですね、あとはスマホ依存解決勉強会、こういった子育て系のね、勉強会にも参加してくださいました。その結果、見事ね、今年第一志望の高校に合格することができております。受験対策のね、対策ももちろんやられたと思うんですが、お母さんがね、子育て系の勉強会に参加されているように、子育てもね、すごく意識されたからこそのね、結果だと思います。本当にね、マーサさんの親子、本当に受験合格おめでとうございます。はい、次に、子供に丸投げしたのが合格した理由という話をしていきます。はい、ではですね、マーサさんのお母さん、どのようにサポートされたのか、こちらもね、いただいた感想がありますので、読んでいきたいと思います。もともと頑張って
なかなか、結果が伴わない娘でもどかしく思っておりました、夏が過ぎてもいまいち、意識が勉強に向いてない、勉強の進め方が やり方が悪いかもと感じていました、でも親が言っても反発しかないとも考えて、思い切って道山先生のプログラムに参加してマニュアルをそのまま娘に渡しました、私は何も言わないで本人に任せていたのですが、短い時間で集中して効率よく取り組むことができるようになったみたいですとのことです。はい、ここですごく大事なポイントが書いてあったんですが、お子さんに勉強ね丸投げした、もう全て任したって書いてありましたよね。でマーサさんのようにもう自分でやりたい自分でやれるっていう子の場合はお父さんお母さんからねいろいろこうああした方がいいよこうした方がいいよって言わない方がいいってこと結構多いんですね。こういったこと言ってしまうと逆にやる気が下がってしまう子は多いです。なのでもしお子さんが同じようなタイプだったら、僕のね、オンラインプログラムの、教材とか、あとは僕の書籍とか、こういったものもお子さんに渡して、あとはまあ自分でうまくやりなさいよって、なんか手伝えることあったらいつでも行ってよっていうぐらいなサポートにした方が、結構ね、うまくいくってケースもあります。この辺はね、お子さんのタイプによって何がベストかっていうのが変わってくるのでね、全員が全員そのパターンがいいとは限らないんですが、もしですよ、お子さんがそういった自分でやりたいタイプだとして、いろいろ今口出ししてしまっていたとしたら、一旦それをやめてですね、ちょっとお子さんの自主性を尊重してみた方がうまくいく可能性も高いかなと思います。はい、ということで今回は高校受験に合格した方ですね、紹介しました、お二人がね実践されていた勉強方法とかあと子供のサポート法ですね、この辺については私が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座、こちらで詳しく解説しております。よかったらこの動画の右上からチェックできますので、こちらも参考に、お子さんの、ね、受験サポートしていただければと思います。